ヤホヤホヤホーヤホヤホヤホーヤホー。すごいな、こんな巻き取れてる。もうこれめっちゃ巻いてもらったのにね。すごいよね、本当に本当にすごいわ自分の髪の毛。あ、ひまたぎ配信でーすシェア、もうツイッターの青色探しちゃうからさ、誕生日カウントダウン配信チョンタンフリア、やめよう誕生ピッ、なんかいい絵文字あるかな。何がいいか、あ、これがいい。オッケー、投稿。オッケーやること終了、やること終了終了。ゼロ時になったら何しようねゼロ時は特にやることないな。なんかあるかな、特にやることがないなななんかあるかな。今日はね、ねじりハーフツインをしておきます。おきますじゃないしております。ねじりハーフツインをしております。あ、なんかみんなに言っとくね。だからみんなに言っといてみんなに言うからみんなに言っといて。ね、あのひまたぎ配信はマネージャーさんに確認許可必要ないらしい。細かく言うと、昔は許可いるだったらしいけど、今はもう許可いらないらしい。そうだから、もしなんかまた今回のミキみたいに、いるんかないらないんかなみたいなあったら、はいみたいな、僕、私、伊藤美シャンのオタクやってるんですけど、伊藤美シャン曰くなんか、伊藤美シャン曰くマネージャーさんに許可はいらないらしいっすみたいな言っといてもしね、もしなんかあれだったら言っといて。そうだから、なんか言っといてそう、広めといて、みんなこれ拡散しといて、頼んだ話し方ももしあれだったらこんな感じで言っといて。あ、ミオもちなみに知ってる。そうミオも知ってた。文で言うときはショールームとかでね、だったら難しいけど、直で言うときはこんな感じで言っといて。頼んだよみんな、みんなのこの拡散力に、この拡散力に、この拡散力に、ダメだ、日本語が出てこないのでパスこの話でもパス。でもどうなんだろうね、ひまたぎ配信何時までしていいんだろうね。まあ今回自分は、まあ15分まで、12時15分までにしようと思ってるけど、実際のところ何時までなんだろうね、いいんだろう。朝は何時からいいのこれ、5時からとか。みおたんが北海道いないか、はみごと泣いてました。いや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 、我も大阪いない、大阪いないです。ケーキはね、あれです、ケーキは明日の23時から食べます。だから24時間後に食べます。生誕祭とね、パリオのイベントの応募同じだった。あれってさ、ちょみきよく分かってないんだけど、2個応募できるの？どっちも応募できるの？それってどうなの？どうなの？あ、いいとこに内輪があった。
じゃあ見て。あ、できるんだ。じゃあよかった。あ、2個までなんだ。みんなよかったね。ギリじゃん、ギリ。ギリだよ、ギリ。ウルフィ？タクシー。乗車記念証。きっと1659人目なんだったと思われる。すごくない？これ乗ったんよ。すごくない？すごくない？乗ったんよ。まあどっちも当たるのがベストだよね。生誕もパレオも。だってパレオも絶対かな、わからん。多分だけど最初で最後じゃん。わかんないけどね。今んとこの予定ではないじゃん。でも生誕もさ、まあミキが来年までいたら、まあいるんですけど、確実に。何か相当なことがない限り絶対にいるんですけど、もう来年、でも来年はさ、22歳の生誕祭じゃん。21歳の生誕祭はさ、間違いなく今回が最後じゃん。だから悩むよね、みんな。両方投げて両方当たるのはなかなか厳しいんだ。あ、そっかそっか。じゃあもうみんな好きな方にかけな。ミキはできたらどっちも来てほしいけど、そりゃね、どっちも来てほしいけど、そう、どっちも来てほしいけど、まあ、いや、エアコンついてんだけど、今つけたばっかりで全然聞いてない。全然聞いてないから。あの空が鳥が立った。え、2回さ、2個当たったことある人いるの？2個応募して、両方外れるの嫌だね。絶対どっちか当たってほしいよね。ミキも絶対どっちか、みんな当たってほしい。もう生誕外れたなら絶対パリオ入ってほしいし、パリオ外れたら絶対生誕入ってほしい。生誕で喋ることは決めてないです。決めてないです。前日に決めるタイプです。前日に決めるタイプです。二十歳やり残したことはね、あるかな、多分ない。多分ないかな。今パッて思いつかないから多分ないかな。大丈夫、何かあっても21でやれば OK。 大丈夫大丈夫。手紙の予想はわからないです。手紙はわからないです。誰かわからないです。楽しみにしてます。どなたか。みんなは知ってんの？ミキだけ知らないの？みんなは知ってる感じ、もしかして。でも誰かは知ってるんだよね。誰かが頼む人がいるわけだから、誰だろうね。時間がないで初めての生誕。あ、本当だ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 。この前ベルだったね。本当だ本当だわ、本当だ。あ、知らないんだみんな。あ、そうなの？本当に知らないの？本当に、え、誰が知ってんの？誰が知って、誰が頼んでるの？手紙ね、誰からもらいたい。まあミキに書いてくれる人が一人でもいたらもうそれだけ感謝やね。え、運営さんと手紙書く人しか知らないの？え、何？運営のことが決めてんの？あ、知ってる人さすがにいるよね。そうだよね。もう誰が発信って、マネージャーさん発信だったらびっくりしちゃうもん。きっと生誕委員のどなたかがね、決めてくださってるんだよね。ちょ、あんまりよく分かってないからさ、仕組み。ミキはそうだと思ってるんだけど、やっぱそうだよね。生誕委員のどなたかが知ってらっしゃるんですよね、おそらくね。お姉ちゃんからもミキ、いつかか欲しい、合ってる日本語。今回は絶対ないって分かってるから言えるけど、お姉ちゃんいつか欲しいかな。お姉ちゃんから、あの、本当に書く人いなくなったら欲しいかも、お姉ちゃんから。やっぱメンバーで欲しい人優先で書いて、でも本当にもうメンバーミキちゃんもいないかもみたいな、ミキちゃんに書いてくる人いないかもみたいななったらお姉ちゃんから欲しいかな。
手紙結構サプライズだよね、生誕の。ガチでわかんないじゃん。連絡来たら面白いな。でもなんかね、前日に届くんよ、花束渡す人とか、司会進行とか、手紙誰々とか、メールが飛んでくるんだけど、それ間違えてミキにも飛んできちゃったら面白いよね。いや、お姉ちゃんから欲しいけど、やっぱメンバー優先させたいんで、そこはミキにもし帰ってくれる子がいたらその子優先で、もう本当にいなくなったらお姉ちゃんから欲しいかな。ミキちゃんのパフォーマンス最高でした。嬉しい、ありがとう。なんかすごい独特なアイコンだ。でも水色、青、可愛いね、同じ色。ビデオレター結婚式か結婚式やないかい。はちまるちゃんがね、手紙書くパターン結構多いんですよ、実は。実は結構経験してて、もらうより書く方が多いわ。嘘、それは嘘か。おっと、え、お手紙書いたの誰が初めて、ミキ。え、誰が初めて、誰誰誰、え、誰だろう。ミキね、結構ありがたいことにすごいね、生誕祭で手紙を任せていただくことが多くて、結構経験者なんですよ、手紙書き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 タイプ。K2 で同期以外で3級仲良くなったメンバーいる？ K2 で同期以外、これから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 、石津にミキね、本当に書きたかったの手紙。結構本気で石津に書きたくて、なんて言うんだろうな、まあもしかしたら、いやでもそっちより、もしかしたらこの石津の生誕が最後かもしれないっていうよりかは、大体みんなさ、生誕って一発目親御さんに書いてもらうじゃん、で次大体メンバーじゃん、 2回目が。でミキそのメンバー初を狙いたかったの、結構石津ね本気で。絶対ミキが書きたかったんだけど選抜落ちでしたまさかの石津の手紙選抜落ちでした。めっちゃ悔しかったね。もう手紙書く気満々で、連絡来る気満々で、マネージャーさんからもう石塚さんの手紙お願いしてもいいですかって言われる気満々で、書く内容も決めてたし、もう B 線とかも選ぼうとしてたから、選びにしてたんかな、もう実際からもう当日まで、ミキあれみたいな、来てないけど、え、待って大丈夫とか思ってたけど、違いました。あれ結構悔しかったですね。あれ結構、あれ悔しい事件だから卒業の時にお手紙渡しました。普通に卒業公演もできなかったので個別でお手紙渡しました。これ話したことあるっけ。そう、実はね、個別で渡したの、石津にお手紙、まあ、そこにも書いたよね、ちょっとさすがにちょっとミキ生誕手紙任せる予定だったんだけど書けなくて、ちょっとそれは悔いかもって言って書いちゃった。なおさんに手紙書いてくれてありがとう。いや、こちらこそです。え、なんかわかんない、わかんない、わかんないっていうか、なおさんファンの方からは、なおさんがあーやさんとミキに書いてほしいって多分どこかで言ってくださって任せていただいたっていう噂を聞いたので、自分は噂をね、もしそれが本当だったらもう本当に嬉しいよね。一回そうやって教えていただいたけど、なんか夢の話すぎて今ね、ちょっとね、信じられてないかな。信じてるんだけどちょっと信じられないみたいな感じ、信じてるけど信じられないみたいな感覚、わかる？このなんか例えば宝くじ当たったけど当たってない感じ嬉しすぎてね。2回目の時間がない公演でした。自然とミキちゃんを目で追ってました。感想の手紙が、あ、お見送りで言ってくださった方かな、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。
お手紙も嬉しいし、公園でめっちゃミキのこと見てくれるのもめっちゃ嬉しい。一緒に帰ろう、この道を、タタ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 、チャリンコで一緒に帰ろう、タタ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 、ベクトル。歌詞全然知らないって。リカワで渚1位になったら椅子呼んでください。それはもう呼んじゃうよ。自信持って呼んじゃうわ。絶対見に来てっつって、アナンと椅子絶対呼ぶね。さすがに呼ぶ呼ぶ呼ぶ。来てくれるかどうかは別でね、声はかけますね。ね、12日はビーヤだし、誕生日が公園に挟まれていて、ね、すごく幸せです。今日ね、お見送りとかでもおめでとうって早速言ってくださった方もたくさんいたし、まだわかんないけど、もしかしたら12日もね、おめでとうって言ってくれるかもしれないじゃん。なんかさ、アイドルならないとこんなにたくさんの方におめでとうって言ってもらえることないから本当に嬉しくて、やっぱりあれなんですよ、前にも話したことあるんだけど、8月11日ということで、夏休みかけるお盆休みかける祝日なんです。8月11日って山の日で祝日だから、もう休み休み休みが重なって、直接おめでとうって言われること本当にないのね。その日当日一緒にお祝いしてくれたお友達家族だけだったから、 SK に入ってからなの、こんなにおめでとうって言ってもらえるのが。そうで、インスタとかさ、でみんな LINE とかでおめでとうはめっちゃ送ってくれるのよ。けど直接そんなおめでとうって言ってもらえることがないから、であれなんよ、学校行った頃にもみんなね、それであるべきの誕生日忘れてるじゃん。それ当然当然、もうめっちゃ日数経ってるし、祝賀日なんて9月とかやろ、だから全然会えないからさ、もう結構期間空けてのおめでとうもちょっと変じゃん。だから本当に嬉しくて、こうやってみんながおめでとうって言ってくれるのが本当に嬉しいの。いや、誰よりも結構嬉しい自信ある、おめでとうって言ってくれて。伝わるこの嬉しさ。え、そう、最近ね、あれなんよ。みんな控えてんだろうなっていうのをね、すごい伝わる。生誕近いから、あ、みんな公園投げるの控えてんだろうなっていうのが伝わる。伝わる伝わる伝わるけど、でもなんか逆に初めて来てくださる方とかが逆に目につきやすくなったかな。紫一本振ってる方で、あ、いつもありがとうっていう方もさ、おられるわけで、あ、初めましてって方もおられるわけで、多分最近好きになってくださった方は多分来てくださってるのよ、今生誕前でも。その方がすごく目に入るようになったかな、最近の公演は。だからみんな、あ、控えてんだろうなと思いながら。あるあるだよね、生誕間際、あの、自分のサイリウム少なめ、あるある。これハートのベクトルやったことないね。あ、あと10分ぐらいです。生誕祭の感想を東海直接伝えたいな。ぜひね、ぜひぜひぜひ。東海ね、いっぱい喋ることあるよ。もうまた話したい内容個人的にもまとめてツイッターやらブログやらに載っけようと思うんで、待っててね。
今月もたくさん公演出演しててすごい。本当にあんまね、やっぱなんか多いのに慣れてきたせいか、あんまり公演めっちゃ自分出てるっていう感覚なくて、普通に楽しくイエーって感じで出てるって感じなんかわーめっちゃ多いわ公演って感じじゃなくて、普通に公演行ってきますって感じの感覚で出てるからわかんないんだよね。なんか普通がわかんなくなってる、その公演の頻度。週1が普通なんかな、どれぐらいが普通なんだろう。でも毎日アイドル、え、あれ劇場ってなんか毎日やってるのが劇場って感じじゃん。でも自分毎日出てないじゃん、そのチームごとでやってるし、ウィアもあるし、テツナもあるから。ってなるとなんかどうなんだろうね、なんかめっちゃ出てるって感じもない、普通に楽しくイエーって出てるに。え、出航日だった。え、出航日入ない？え、なにこれ、地域なんとか地域なんとか出てる、もしかして。え、出航日だよ我らの地元はあれ、出航日って言わない？女の子も見てくれてる、もちろん。もう本当に自信持っているのは劇場、まあ、コンサートもそうだけど、本当に縁から縁まで、前から奥まで、奥の奥まで、縁の縁の縁まで見てるから、本当に。いや、そりゃね、ミキに興味がなくて見てくださらない方もいるからあの全員と目を合わせてるとは言えないけど、ミキは個人的に勝手に全員見てますので、全員見てます。全員と目合うはちょっと難しいけど、やっぱりあちらの気持ちもあるので難しいけど、ミキは勝手に全員自分、ん？全員自分？全員見てます。自分はそう、全員見てる。一方通行の方もいるけど、ね、両思いの方もいらっしゃるのでみんなのこと見てます。劇場に住んでるレベルで劇場にいません。あ、それはあるそれはある。ミキもこれ劇場にお風呂とか作って寝床作った方が結構楽なんじゃないって思うことあるけどね思うことあるよね。あるあるある。話したいことがたまりっぽいで困ってます。ふう、嬉しいたくさん話そうぜ。先日の鉄道のグローリー良かったな。本当に嬉しい、めっちゃ嬉しい。でも個人的にはいろいろちょっとね、何点か悔しポイントがあるので、ちょっと言わないですけど言わないですけど、何点か悔しポイントがあるので、絶対にリベンジに戻ってきます。あ、そう、みんなみんなみんな、12日のウィーアーはお昼公演なので本当に気をつけてね。夕方に来てなんかもう喝さんっていうの、喝さんとした劇場っていうの、なんかすごいそんなになってるの嫌だから、みんな絶対お昼に来てね絶対お昼来てね、頼んだよみんな公園の糸みき大好きマンなので早く直接伝えたいです。お、めっちゃ嬉しい。てかアイコンかわいいね、謎いけどかわいいね。ミキちゃん推しの人見つけるレーダーあるんってくらい、ミキちゃん、ミキちゃんミキちゃん分けてる。ミキちゃんオタク見つけるの早い。そうだね、でもあると思う。なんかね、ふっ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 てなるのこれ本当に多分ね、レーダーあると思うよ。うん、かみんなが磁石持ってくれてるか、ミキが S か N 曲持ってて、みんなが S か N 持ってて、ふっふっふってなる、なんか仕組みが多分できてるっていうぐらい本当に見つけちゃうよね。
出航日ないの？え？出航日？え？みんな出航日知らない？登校日なんて言わないもん。出航日出航日。え？聞こう今度誰かに。ミクルミクルが一番あれか。やっぱ同じ相手として。一回ミクルに聞こう。え？出航日登校日どっち？え？こんなに出航日いないことある？あ！出航日いた！イエーイ。出航日いた。あ！出航日めっちゃ、あ！でも少数で、少数ですね。あ、出航日全然みんな感じ違うよ。あの出るに学校の子に日、あの港に出たりなんか原稿を出したりしないで。え、出航日方言なんだって。知ってた？知らなかった。出航日方言だってよ。勝ち。何その方言。どういうこと？なんかまださ、ほんまにとかさ、だったらわかる。なんかなまってる感じ。でも出航日と登校日ってもう言葉が変わってきてるじゃん。なんかカウントダウン配信なのにめっちゃいつも通りの配信してる。なんか大丈夫かなって思っちゃうけど大丈夫？いや本当になんかあんま誕生日の実感なくて、なんかずっとこんな感じでヘラヘラしちゃう。ヘラヘラな21歳になりそうですねこれは。いいよね。でもズドーンとしたさ、1年よりヘラヘラしてさ、1年楽しく過ごした方が楽しいじゃん。このまま12時迎えちゃいそう。いや本当に何するのが正解これ。ミキちゃんの視野の広さは素晴らしい。ありがとう。え、でも結構本気でミキバスケで鍛えられた自信がある。本当に部活小中バスケやってたんですけど6年間絶対これでミキ視野の広さは獲得した気がする。バスケのおかげだと思う。伊藤美希ちゃん結構いろんなとこ見てますよ。結構いろんなとこ見てるね。下手に至って上手見てるし、上手に至って下手見てるし、結構まんべんなく見てるかな。やっぱさ、パフォーマンスはさ、パフォーマンスとかなんか気持ちとかってさ、なんていうの、みんなに伝えたいからさ、そう思うとなんかパッて見ちゃう。みんなのこと。わーい、ミキちゃんの視野の広さ、ミキちゃんの視野の広さピカイチだね。嬉しい、嬉しいなし。お見送りの時にミキちゃんは目を合わせてくれるから好き。みんな合わせてるよ多分。あ、違うかな。みんな合わせてるかな。どうだろう。みんな合わせてと願いたい。メンバーね。いやそれはミキはお見送り大好きマンですから。公演も大好きだけどお見送り大好きマン。なんかお見送りまでが公演みたいな感じ。あの遠足と一緒。本当にお見送りまでが公演。本当にお見送り大好き。なんか理由はって言われると難しいけど楽しいから。理由は楽しいからお見送り好き。もうミキティアンガン見しますね。お、じゃあミキもガン見しちゃいます。目が合うたびにニコってしてくれるからキュンってする。あーね、今日そのキュンってする瞬間も見た。可愛かった。え、どうしようね。あと2分で12時。え、何する。え、どうする。え、なんか焦ってきた。あ、君一緒に迎えるか。26番。26番と一緒に迎える。26番とハイタッチするとかどう？あ、そうするわ。26番と誕生日迎えるわ。ハイタッチして、イエー、そうするわ。そうしまーす。あれ、今日サインの色違うぞっていう方もしっかり見てますか？しっかり見てますし、今日もありましたねそれ。でも今日に限っては逆パターンだった。え、なんか東海とかでめっちゃミキのとこ来てくれてる方がいらっしゃって、え、名前はしてますけどね、もちろんしてますけど、で、あ、絶対ミキ推しだと思ってたの。え、ミキのこと好きでいてくれてるんだら嬉しいな、絶対ミキのこと好きだろうなと思ってたら、なんか最前に座ってらっしゃってて、なんかすごい気まずそうな顔してんの。でもえっと思って、
なんでそんな気まずそうな顔してんだろうと思った。違う再利用してたんです。しかもうちわつきしかもミキのじゃない、みたいな、みたいな、ちょっと めっちゃ見ちゃったよね、えみたいな、目こすってもう一回見た方がいいって思ったぐらいで、すごい気まずそうにしてんの。あ、気まずいってことはミキのことも好きなのかなと思いきや、今日はミキの生誕 T も着てミキのサイリウムも振ってて、どっちやねーってなった嬉しいですけどね、嬉しいですけど、ああと45秒、ミキちゃんモロレス初めて聞いた言葉だ。一緒に帰ろう。あ、30秒、どうやって数えたらいいな。あと20秒、やばい、ドキドキドキマキドキマキドキマキ、あ、15秒14131211、やばい、くるくるくる11 あ、わかんない、何今これ、せーの54321、21歳、イエーイ、ハイタッチ、ふぅわ、かわいい、え、未来から LINE 来た、かわいいえ、未来から LINE 来たんだけど、めっちゃかわいい、未来ありがとう、通知見てます、ありがとうございます、未来かわいいですわーい、26番、ハイタッチ、イエーイ、ふー、あ、送信取り消しされた間違えてスタンプ送っちゃったんかな、あ、そうみたい、かわいいね未来、あ、地元のお友達からも LINE が来ました、ありがとう。まあそんな通知見てたらめっちゃタワー飛んできてた、ありがとう、みんなみんなありがとうね、嬉しい、イエーイ、ふー、21歳になったよ、26番さんどうですか、21歳になったミキはどうですか、大人になりました、どうですかイエーイ、ありがとう、みんなすごいめっちゃ盛り上がってんねお、待って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 、あ、待って待って待って、待って待ってコメントがすごい早くてありがたいことにどんどん流れていくありがとうありがとうありがとう、すごい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 、すごい、みんなたくさんありがとう、すごいみんなありがとう、あの、お姉ちゃんからもらいに来たありがとう、嬉しい、今ちょっと余韻に浸らして、みんなのコメントのありがたさのありがたさにコメントに一さらしてありがとう、26番も喜んでおりますねえ、20歳になったよ、イエーイ、ふー、20歳です、ふー、20歳になりました、ふー、20歳終わっちゃった、あ、20歳終わっちゃったんだ、もうしまった、くー20歳終わっちゃった、どうする、二十歳終わっちゃったんだけど、二十歳終わっちゃった、21歳になること意識しすぎて二十歳終わっちゃった前のことしか見てなくて後ろのこと全く見てなかった、二十歳終わっちゃった二十歳終わっちゃったよ、あ、21歳前を向いてこうやイエーイ、ほー、ありがとう、みんないっぱいコメント、すごい、めっちゃコメント嬉しい、すごい、こんなにお祝いしてくれるもんなの、みんなめちゃめちゃみんなお祝いしてくれるじゃん、すごい、お誕生日おめでとうって、お誕生日おめでとうって、お誕生日おめでとうって、すごい、だってコメントが結構多分みんな気づいてたと思うけど遅めなコメント見てたのよ、ゆっくりね、結構みんなのコメント読むの遅いタイプだから
そうゆっくり見てたんだけど、そのコメントがどんどん消えてくぐらい、なんかねすごいすごい今お誕生日おめでとうで埋まってる。すごいめっちゃお祝いしてくれてる。幸せ者か幸せ者だかじゃないだだだだだ嬉しい。あ、なにタワーも投げてくれてるの。クマさんとかクラッカーとかも全部嬉しいよ、ありがとう。あ、なんかゴールドマイクとかもありがとう。あ、ケーキもあるの。ケーキのギフトもありがとうね、ありがとう。あ、タワーもいっぱいありがとうね、嬉しいなし最近嬉しいなしって言葉にハマってるから、みんな覚えてて嬉しい、めっちゃお誕生日おめでとうで埋まってる。あ、ミラーボールとかもね、ありがとうね。クラッカーもありがとうね。イエーイもありがとうね。イエイイエイイエイってありがとうね。嬉しい、大人になりました。あ、出た、ラブラブフリー、はい、ラブフリーうちわみたいな名前つけて忘れちゃった。ありがとう、嬉しい。祭りだよね、さすがに、さすがに祭りだ。西さんが一番自分が早くお祝いしたで、嘘ですねそれは、それ嘘です。ミキ前日に結構嬉しいです、嬉しいです、ありがとうございます嬉しいですねあ、でも西さんが一番じゃないです全然西さんが一番じゃないです。結構遅めです、むしろ結構遅めでした。嬉しい、ありがとう、ありがとうね。君もあなたもみんなありがとう、ありがとう、ありがとう。ラブありがとう、イエイイエイイエイ、手と手つないだ瞬間始まる予感、ラブおめでとう、イエイイエイイエイ、光るべきものが来たって感じ、今日は二人で会った記念日、ほい、世界中、世界、あれなんだっけ、ててんてんてんててんてん、これラブ&ピースって歌詞に入ってんの。嬉しいなっしー、ありがとう20歳前で楽しんでください、楽しみます。みんなも一緒に楽しもうね一緒に人生楽しんでこう、素敵な一年になりますようにって、一緒に素敵な一年にしよう、しようしよう。浮かれミキティやんだね、さすがに。え、なにクーとか言ったミキ、待って待ってえ、クーって言った、待って、コメントでちょっとちょいちょい来てて何のことなんだけど、クーって言ってた自分、待って待って、言ってないよね、え、言った、待って、記憶になさすぎてちょっと無自覚で怖いかも、ちょっと待って、怖いかもわ、クラッカーとかもいっぱいありがとう。大人の階段登る、君はまだシンデレラさ、さよなら二十歳、さよなら二十歳。伊藤さん二十歳最後は出航日について熱く語ってました本当だね、さよなら二十歳、ようこそ21歳、21歳のミシャも可愛いです、ふうふう、前のめりに行きよう。え、なに、ギター持ってるタワー、クマさん久しぶりに見たかも、めっちゃ久しぶりに見たかも。あ、お城のタワーとかも久しぶりに見た、嬉しいなし、ありがとう。嬉しいなしとか言うの多分3日で飽きるんだろうな、でも結構続いてる、5日間ぐらいは多分まだ言ってるから1週間は続くね。ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。ツイッターでもたくさんのツイートが、本当にちょっとミキまださすがに今配信してるから見れないんだけど、本当に嬉しい、ありがとうイエイイエイ、本当に嬉しいよ、ほらこのにじみ出るスマイル、嬉しい、ありがとう、本当にありがとうね、本当に嬉しいよ。じゃあもうみんなトレンド入りしちゃうぐらいもうたくさんつぶやいちゃってください。建築関係トントントン、うわ、なに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 、クマロック、
クマローク、あ落ちた、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、あのフィルターかかってないと恥ずかしい。嬉しい、カウン、なんかいいね、ひまたぎ配信っていいね。ちょっとこれはいいですね、ひまたぎ配信の良さを知ってしまいました。涙サプライズハッピーバースデートゥーユーミクちゃん、ハッピーバースデートゥーユーミクちゃん、ハッピーバースデーティアミクちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーハッピーバースデー。21歳のミキさんも全力で押します、嬉しいです、全力で嬉しいです、ありがとうございます。おめでとうなし、ずっと大好きなし、嬉しいなし今なしってつけるの流行ってるのに、多分全国で結構ごく一部かミキだけな気がする。そんなことないかな、ありがとう、本当に嬉しいなし。今日もたくさんミキちゃんのこと考えます、嬉しいなし、ありがとう、嬉しい。今日だけじゃなくて毎日考えてね。西井さんも1時間以上前に応援してました。ノン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 、昨日から応援してくれてる子がねいるんですいるんですいるんです。おめでとうツイートも0時に起きて、もう至る SNS でいっぱいおめでとう、ありがとう、嬉しい。みおたんマウント大失敗です、はい。西井さんは逆にテレで一番取らないそうなイメージある、わかるわかるわかる、そういうことしそうだよね、わかるよ、大共感。初めまして、こんなに可愛いと思えませんでした、初見さんだって、あ この子かな、もしかしてこの子は26番と申します、26番の隣にいるのが伊藤美希と申します。あちなみにこっち22番ですこっち26番です。お、ミラーボールもありがとう、21歳たくさん夢を叶えていきましょう、少々また東海でお会いできるの楽しみにします、こちらこそ楽しみにしてます。うわクーって言ってたって、二十歳終わっちゃった、クーってしたんだって、ガチか無意識すぎてちょっと反省かも反省ですね。うわかわいい、待って、やっぱさ嬉しいね、なんかこうやって見えないっていうみんなからは嬉しいです、こうやって LINE がポンポン、わっかわいいです、ポチャッコのスタンプと同時に来ました、嬉しい、ありがとね、大好きだよ、配信見てないだろうからきっと見てないだろうけど言っておく。ミキさんはちなみに多分夕方4時5時6時7時分かってないって、伊藤さん確か4時6時5時7時6時ぐらいに生まれました、朝昼ではないです、夕方か夜に生まれました、多分夕方ぐらい、忘れちゃった。改めて好きに来てくれてありがとうございます、嬉しい、そんな改まってありがとう。21歳のみきちゃんも伊藤みきという宇宙で一番好きでいたいと思います、好きじゃ足りないな大好きが欲しいな、浮かれてるミキティが可愛すぎる、本当に浮かれあげあげあげあもしかしてロック、ロックのすごい、ロックのタワーすごいね、ありがとう、めっちゃ豪華、いやロックのタワーちょっとすごすぎるわ、豪華すぎてる、だってエフェクトかかってたよ、ありがとう。まだね X っていう習慣がついてなくて、まだ Twitter でいきたいと思います。ロックだぜロックだぜ、ロックっぽくないこのポーズ、そんなことない、
本当に嬉しい、ありがとね。ね、来年も暇たぎ配信したいなと思った瞬間でした。ありがとう。いや、暇たぎ配信の楽しさ知っちゃったよ。みんなのおかげで知っちゃったよ。ツイッターみきちゃんアイコンがいっぱい、本当に嬉しい。てかアイコン作ってくださった方とかありがとね。めっちゃ可愛くて可愛いって思ったありがとう、可愛く、そんなお上手に綺麗に作ってくれて、でみんなも使ってくれてありがとね。もう全人類嬉しいよ、ありがとう。タワーは投げれないから21本の紫ペンライト送りました。おお、ふう、嬉しい、ありがとう。え、今日まつげ綺麗だよね、思った。今日綺麗なんよ、よく気づいてくれた、ありがとう。そうなんよ、みんなありがとう、誕生日おめでとうっていっぱい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。21歳は20歳の時より伊藤さんの高さたくさんします。お、びっくりマークたくさんで嬉しい、すごく気持ちが伝わりました、ありがとう。長文のおめでとうツイート考えてると一層お手紙になりそう。もうどっちも嬉しいよ、もうむしろ全部お願いします。ありがとね、いっぱい、みんな本当に嬉しいよ。去年の超世代コンのアメピからミキちゃんのファンです。嬉しい、ありがとう。やっぱアメピ好きなんですよね。21さんもせるように頑張る、21さんも好きでいてもらえるように頑張る。シュキシュキ大シュキ、やっぱシュキ、すごい褒め言葉きた。天才的なアイドル様、ミキティアンは完璧で究極のアイドル。嬉しい、ありがとう。嬉しい嬉しい嬉しいよ。嬉しい、いっぱい、みんなおめでとうって、そうね、21歳の方は生誕で聞きます。そうね、ミキも生誕までにしっかり言葉まとめてくるね。よし、じゃあ、スクショタイムして終わろうと思います15分間嬉しいしか言ってない。やっぱそうだよね、ミキもそんな気がしてた。あ、ちょっと書いとくね、じゃあテロップ。21歳になったよ、21歳になったよ、21歳になったよ、20歳から21歳になったよ。合ってる？指の方向、こっちじゃなくていい？あ、こっちじゃなくてこっちでいいよね。20歳から21歳になったよ、みんなスクショみんなスクショタイムの時間が来たよ、イエーイ。まあでも、まあでもでも、また本日の夜の23時から12時まで、また配信して、そこでは結構誕生日っぽいことしようと思ってるので、
カラオケ配信したり、ケーキ食べたりしようと思ってるので、みんなまた24時間後、嘘SK に入った時のリカより年上だって、めっちゃ年取ったやんミキあ、そう、12時間後にまた会おうね。じゃあありがとう、みんなたくさんコメントもおめでとうもギフトも全部ありがとう。嬉しいなし、本当に嬉しいなし、ありがとう。また12時間後に会おうね。めちゃめちゃ嬉しいなし、本当に本当に嬉しいなし。ということで12時間後に会いましょうね。本当にありがとう。21歳になりました。21歳になりました。はいはい、21歳になりました。ありがとうございます。じゃあ嘘だから12時間後に、ケーキ食べたりカラオケ配信したいと思うので、またみんな再集合してください。ありがとう。本当に急いでお風呂入って急いで寝ます今日はありがとう、本当にありがとう。幸せ者です。ありがとうね、本当に嬉しかった。ひまたぎ配信の良さ本当にしちゃった、ありがとうね。めっちゃ楽しかった。あ、お昼じゃない、夜ね。23時、あ、じゃあ違うわ。じゃあやっぱ23時間後や。やっぱそ、え、23時間後結構先だね、結構先だね、結構先だわ。ちょっと寂しいけど、また後で会おうねバイビー、またね、またね。めっちゃ楽しかった、あっという間だった。うーウカレミキティアンをどうぞお許しください。バイビー、イエーイ。あ、2じゃないよ、もう聞いてね21時40分から21時50分です。ラブリーさんとペアでした。うーバイビー。なんかテンション上がってちょっと配信切りづらいけど頑張って切るねありがとう。おやすみ、みんな夜遅くまで見てくれてありがとう。次も夜遅くだけどまた会おうね。ありがとう、幸せでござる。バイビー、切らなきゃ切らなきゃ。ありがとう、バイビー。本当にありがとうね。ちょみき今本当ありがとうしか言えないんだけど、本当に結構なんか軽く伝わってないかと思っちゃってめっちゃ言っちゃってるんだけど、本当にありがとう、本当に心の底から思ってます。本当にありがとう、本当にありがとう。また後で会おうね。本当にありがとうね。じゃあまたね。ありがとう。